この前の審判買収の件 YouTube に報告しておきました。 YouTube に報告しても何も動いてくれないと思いますよ。え？エリンソンもキーパーやりたいって言ってましたよ。マジで？でもリンネさんに関しては170センチありませんからね。それ本当です？だとしたらちょっと引っ叩いておきます。チェルニーリ選手へのパワハラ疑惑浮上、不本意なインタビューを受けさせられたので代表を告発するとの噂です。いや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 、な、え？有意義に話してましたよ。結構生き生きした顔で見ました。生き生きした顔。チェルニーリの親戚のリーゼ取ってください。しっかりチャンネル登録してる気がするんです。通知が来るので。まずノルウェー人とイタリア人っていう時点で親戚っておかしいし、そのリーゼがチャンネル登録してることを通知が来てるのもちょっとよくわかりません。どういうことですか？猫ニアの技構成、硬くなる、舌で舐める、乱れ好き、毒毒。やめとけ下ネタは。監督、バスケがしたいです。静かにしろ。この音が俺を何度でも蘇らせる。パスじゃないんで。ボスのうるっとくる広告からの猫ニラ動画、アレクサーの CM が深いです。チャンネル登録見送ります。いや、それは私じゃないです。 YouTube に言ってください。 Google に言ってください。 Google に。また今回もね、本人から来てるんです。同じくチームを追われた者同士で、チェルニーリこんなにファン多いのになんで俺にはファンいないの。次一万ポイント貯まれば俺に使えよ。エスピマス、大丈夫だ。俺はお前のファンだ。嘘です。ということでですね、今回もやっていきます。情報を見ましょう。もう多分あと 1,2 勝で決まる気がするよ、これ優勝。マジで勝ち点で言うとだって17差ついてますから。17差で、スケジュールを見ると 1,2,3,4,5,6 でしょ。 6,3,18 じゃん。次勝ったら多分決まるな。次我々が勝ってミランが同点か負けであればもう決まっちゃいますね、優勝。ゴールランキング1位、アシストランキングがねちょっとあれですね。まあ行きましょうか。リーグ第25節、まあ、調子を見て決めましょう。ファンデルサールよりキライのが調子、あ、キライ、めちゃくちゃ調子いい。キライで行きましょう。フランク・デブル、キャンベル、うわセンターバックがまずいな、これは。イヴァン・コルドバと、ファンデルサールか。あ、ここじゃあチェルニーリでいきますか。センターバックスーパー UTT プレイヤーで、右サイドバックじゃあ行く。リンネさん久々に行きますか。調子も良さそうだし、フランク・デブル、ボランチ変えます。ボランチはジェラードですね。バラック調子悪そうで、ドニー、トレゾギ、ギグス、ババギタ。あ、これでいいですね。これでいきましょう。カビラでお送りいたします。はい、ラツィオよろしくお願いします。まあ、強いですからね。ミハイロビッチ、スタム、ネナン・スタンコビッチ、めっちゃ強いじゃん。アンネカシラ、アンリ・カマラですね。クラウディオ・ロペス。さあさあ、サクッと勝って。ちなみにですね、今日この今試合が行われているこの日、チェルニーリさんの息子さんが6歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。つまりですね、これ今2000、バー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 、危ない。ちょっとマイケル、この2002年からスタートしてますから今2004年ってことでしょ。やめて。2004年に6歳ってことは、まあ、97年98年それぐらいの生まれのお子さんだと思うんですけど、まあ今バーカなぜ今俺は左下に向けてパスをしたらヒールパスが出ました。これちょっともう一回見ましょう。これなぜなぜ俺は4番にネドベドからネドベド出したつもりがこうなる。これはまずいですよ。いや、チェルさんの息子の6歳の誕生日なんで、ここはしっかり繋がないと。お願いしますよ。だから2018年2019年には20歳になるという計算ですね、チェルさんの。なぜ前半でまず追いつかないとまずい。もう一杯パス、まずい。もう一杯とか知ってんのみんな。前方止めた、ナイス、コルドバ、ナイス、来た。これもいいボール上げるだけのお仕事。外、そんな遠いところ、あー前半15分、オッケー、セーフティーに、とりあえずね、ダメだ。縦に出します、浮かせたボールです。チキーパー
ナイスキライ、素晴らしい。もうね、全然違うんですよ、この安心感が。ショートパス、いいよ、ネトベト、バーバンちゃんに出して、切り返せない。ミナイロビッチ、いや、いいよ、リンネさんのスーパーあのプレッシャー、それがこういう結果になってますから。今大丈夫ですか、リンネさんでこれボール受ける側。ネトレト前方へ、おっそ、待て待て、左へパスを通します。遅すぎて慌てた今、ババリナ負けんな。ああ、さあここからシモーネ・インザーギ、これがおお、お見ました今、チェルニーリだな。前、じっくりとパス回し、縦に出します。前半25分、トレセゲ、いいよ、リーネさん、リーネさんは左利きなんで切り返してから上げます。ダメです、ネドベドね、ネドベドなら OK、 上げるよ、さっきと同じ、とりあえず行って、あーパス、やばい、チェルニーのスーパーディフェンス、そして ぶち抜かれる。クラウディオ・ロペス、ナイディ、ナイス、チェル、チェルの魂見せた。お、これはファールです。誕生日なんで息子が、やめてください。いや、ちょっともうリンネさん、クラウディオ・ロペス、やばい、暴走してる暴走モード突入。カストロマ、ここで負けるのとかまずしゃべらなくてない。守り切った、前半あと10分です。ドニ、前に送って、いいですね、オーケー、ここで右ですね、オーケー、いやー、バツパスですよ、それは。31番、前へ、ナイス、チェルニーリ、普通にディフェンスラインをチェルニーリ、あの統率してる感あるけど、ギルス、前へ、いいですね、ネトネト、ここはしっかり繋がない、来た、お前が点取っちまえ、ドン、前半残り5分です。アンネカシ、ナイス、ナイス、リンネさん、ちょっとババちゃんでいいよ、これもう時間ないから、シンプルイズベスト。とここで折り返し、あなそれでしまった、惜しい、惜しいな、これ決まらないか。ジャンニケッダ、縦に出します、ナイス、あ、あるよ、ラスト、まだラストある、カウンター、センターに戻します、前に送って、おっと、これを前、いいよ、サイドから、時間がないときはもう これで、ババンギ、これでいいから、行く、おっと、センタリング、ヘッドでクリア、いや、取れる、そこスカッとしたらある、ない、ここで笛です、前半終了。さあ、さあ早い時間帯に1点取りましょう、ここまでの劣勢を、それしか活路はありません。二蹴った、縦に出します、お、縦へのパス、ズバッと打った、よいしょ、いい、外れます、リーネさん、リーネさん、持ち上がって縦に出す、おっと、前方に、いいよ、つながってるよ、ナイス、跳ね返し、後半10分が経過しました、いいですね、これがと、いい守備だ、いやー、マジか、前線からのプレス、あ、効いてる効いてる、前、来た、ギグス、切り返して、よく止めた、あー、いやコブの寄せ早え、いや、まずいまずい、リンネさんは一体どこに行ったんだ、中央だ、チェルニーリ、こけてる場合じゃないんで、こけてる、こけてる場合じゃないんですよ、吹き飛ばされてんじゃん、それは嫌いもさ、何もできないよ、それは完全に尻もちついてんのチェルニーリですよね、やばい、久々にボコボコにされてるウンブリ、いや、ボコボコにされちゃってるんで、一点も決めらんないとかことになってるし、ゆっくり回します、ちょっと1点決めよう、とりあえず、素晴らしいスピード、これはファー、あ、ビービービー、得意のプレ、これだからちょっとロベカルさんで
アシストかかってるんで。いきますよ。チョン。トレクロスバー。ああ、マジで呪われてるやん。チェルニーニなんでここにいるんだよ。は、いいボール。どういうこと今のも。シモーネインザーグ持って上がる。オーケー、ナイス、ジェナード。ギルス前方へねじ込め。いやー、守り切った。チキショ硬い守備が。まず、ナイスエディンソン。前へ果てに出します。いいよ、跳ね返してるよだいぶ。おっと前に。ロベカルが開くからこれ。ロベカル、あ、やってるね。相手も必死に。キッカーロベカル。いきますよ。チョン。こんなもんでしょ。ヘッド。いや、ちょっと遠いな。狙えばよかったな。試合時間は75分が過ぎました。あ、まずい。シモーネインザーグ。ちょっと。あ。どうだったか。まずい、時間がどん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 なくなっていく。お、なになになに。チェルニー。ナイスクリア。あ、うまいパス。あ。ピッ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 。あ、やばい、試合が荒れてる。これは審判の、オッケーオッケーオッケー、審判の性質が多いに出ちゃってますね、これは。ロベルト・カルロス前に。いやいや、取られてる。ああ、それはしょうがないよ。だって今チェルニーリレッドカード、一発退場、さらに次節も出場を停止になります。マジで言ってます。このクリーンファイトの猫ニラが、これは痛い。なぜこんなにバランスが崩れているチームの。選手の交代です。ウンブリア交代枠を使い切りました。よく止めた。オッケーオッケー、これはいいカバリングですね。ネトレよくしのいだ。いや、いいよ、縦空いてるからね。うわー、それを前入られるのか。ババンリデラッと、ここで右へ。これ左サイドの誰もいないんでね、こちらは。ちょい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 、やばい。シーズン通算10点目。ボコ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 にされてる。ただいまのリプレイご覧いただいております。これはまずいですよ。こんなことありました、いまだかつて。これはどうしたもんかな。マクブライブババンル縦に出します。ここからスローイン。 OKOK 前ボール。ちょ、一矢報おう、リンネさん。一矢報っていこう。いいよ、リンネさん。エディンソン、サイドギアの魔術師出た。マジックザギャザリング久々に見せてます。素晴らしいスピードです。普通に取られます。スッと取られました。あ、やばいやばい。何かがおかしい。何かがバランスを崩している。巧みなボールコントロール。待ってください、やめてください。危ねえ、4点も取られるわけいかないんで。あ、でかいでかい。勝ってるチームがやるクリア。あ、は早ババギだ。来た来た、一矢報え。パスが通ればチャンス。チャンスです。そこだ。アシストさせてくれよ、ババギだに。ミナイロビ。やばい、いいとこない。いい、え、はい、待ってください。むちゃくちゃ喜んでるけど、チェルニーリも。はい、優勝決まったんです。いや、こちら負けてるんでそういうテンションじゃないんですけど。ちょっと、いや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 、右上。いや、ポイントマイナスになってますし、マスターリーグデータ対戦でナショナルチームと対戦ができるようになりました。ほう、マスターリーグ以外のクラブチームに所属の枠に交渉可能な選手が新たに追加されました。あ、レジェンド、レジェンド来た。めっちゃ増えてる。ラバネッリですね、これ。ラバネッリですね。で、これ多分ジョージベスト。これは174センチだし、これシーフォか、シーフォ、これシーフォですね。シーフォ強で、クリンスマン、こ
クル・グスタボ・ロペスですね。これは本名に近いんだな。で、ロベルト・バッチョ、はい、グスタボ・ロペス、ロベルト・バッチョ強い。で、これジョージ・ベアですね。これジョージ・ベア、リベリアの怪人。もっと強くてもいいと思うんだけどな。バロンドーラーですしね。スピードと加速力こんなに遅いのなぜ。これハジですね。ハジ、ルーマニアのハジ。ハジ強、ハジめちゃくちゃ強い。でボーデは本名なんですねマルコ・ボーデは本名なんですね。でストイコビッチ、はい、強、ピクシー強え。イルクナー、イルクナーも本名なんですねでアベラルドも本名なんですね。もっと強くていいと思いますけど、アベラルド。ロマーリオ、ロマーリオも足遅いな。もっと速くていいと思うけどな。これデニスローですね、これきっとデニーロンこれデニスローですね、スコットランドなんで、はい、シュマイケルパパ出たよ。すごい、最初の方のナンバリングでシュマイケルのお父さんいますかっていう質問あったんですけど、出ました、やっとシュマイケルパパ。バルデラマ、これバルデラマですね。もっと能力高くていいんじゃないの。すごいレジェンドがたくさん出てきました。いました、彼も。アシストランキングがな、いや、ババンギタ1本あれいけたよな、アシスト。チキショー、リーグ第26節で、ロベカルさんがね出場停止になってるんで、ファンデルサールの調子が思わしくない。これまた嫌いだな。エディンソンで行くか、じゃあ右イヴァン・コルドバーで、チェルニーリエちょっと変えよう。今回は疲れてるんで、さすがにフォーゲルもでも調子悪いな。じゃあ小野さん行くか。小野伸二さんが調子良さそうなんで、小野伸二さんに行こう。ネドベドも調子悪いね。ここじゃあどうする、バラックで行く。じゃあバラックを小野オフェンシブハーフで、でどうに、トレゼゲが、あ、トレゼゲが疲れてる、だいぶ変えてあげましょう。ムペンザ、ダリオシ、ムペンザでいこうか。ババンギタ調子悪いけど出す、いきます。スタンドの2敗は許されないんで、選手入場です。動画で今しかも相当ボコされてますから、いきますよ、集中。試合が始まります。ついに始まりましたね。両チーム相手の出方を伺っているようです。オッケーオッケー。キャンベル、前。あ、まずい。フンチェカ。これが通れば。ナイス、全然違う、安定度が。素晴らしい読みでしたね。安定度が。キーパー出てくるんかい。あ、チャンス。しかしカット。クリア。リーネさん。もう競り勝てないモンスターです。はい、愛も変わらず。ナイス、ドニー。いや、いいな、ドニー。オッケーオッケー。5分過ぎました。いや、コルドバ、持ち上がれるとこまで行こう。おっと、前に叩いた。あ、ピッ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 。ボールか。あ、ナイス、コルドバ。チャンスだね、これ。これチャンスだね。ムペンザ、ムペンザ、なぜやばい。あ、やばい。ショートパス前方へ。ケズナ。え、リンズさん頑張れ。分経過。フランド、じっくりとパス回し。ボールは中央へ。キャンベルの魂。激しい奪い合い。前へ。50Aの魂。さあ、カウンター。ここから早く攻めたいですね。スノルが前にボールを前線へ。もう一度ケズナ。きなしサイクル見つけた、そしがいやオークラ、言ったことない赤羽、イエイイエイイエイ。いや、そんなこと言ってたらほら、いや、競り勝てないモンスター、まずい、あぶねえ。右空いてる、右空いてる、右めっちゃ空いてるんで。オーケー。いいよ、ドニー、ドニー。ちょっと一回サイド当てて、でリンネさんの上がりを待ってリンさんにパス。敵に追いつかれる。で 50m10 秒台でしょ、あれ、リンネさん。
テジュマン大丈夫です。20分経過しました。入れさせません。リンさん、リンさん、いやもう絶対勝てない。ケズナ、まずい、ちょっと事例、やば、早い。ケジュマン、ここから OK。 バラック前に送って、おっとこれを前、いやーピッ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 、前半25分、やば、早い、素晴らしいスピードです。3番、うわ、来た、うわ、これはファールです。ごめん、ちょ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 、ナイス、セットでクリア。あ、ギグシーよ、パス、バラック前方へ、前、ゆっくりとボールを回します。いや、出してる出してる、前、出してる出してる、左へパスを通します。取れる取れる、取れない、じっくりとパス、オッケー、ナイス、デブール、やばい、ハインツェ前、まずいな、おっと、まずいな、オッケー、で押し返す、ナイスパス、前半30分、これも大チャンス、左へパスを通します。ギルス、ん、スペースへパスを出した、いや届かないのか、よくしのいだ、守備に安定感があります。なぜ、まずい、数的不利起きてる、完全なる数的不利、おー、ナイス、100点のディフェンスだ今。クリア、玉木だ、すり勝って、頭で繋いで、いや出して、前半あと10分、オッケーオッケーオッケー、1点に飢えてるんで、こちらはこの前にハングリー精神あります今。ドニ前方へ、そっちに出すの、俺は今入れ替わりでスルー出したかったけど、ね、落とす、ヘッド、いや惜しい。イナン・コルドナ前へ、くそ、ま、ここから繋がらんの、ルイス・エンリケ、あー、ファールか、笛です、しかもイエロー、まずい、カードがなんか量産されている。6番前に出す、頭でルイス・エンリケ、どうする、頑張れ、オノオノ頑張れ、いや抜かれた、まずい、ボール、うわっまずいちょっと待ってめちゃくちゃやられてるんですけど、やばいやばいやばい、これはまずいですよ、これは。10番、力強いドリブル、いやまずいな、オーケーオーケーオーケー、さあ1点取んない、もうやばい、負けまくってる。リードを守りきれるんでしょうか。ショートパス、おっと右サイドに送った、ナイス、センターに戻します、左にサイドチェンジ、すごい揺さぶりを持ってきましたね。ケズナムじりじり侵入していきます、コントロ、いきなりマイディ、これをチャンスにつなげたい。オノ前に送って、裏をつきます、いやいいよいいよ、いい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 、いや変態って思われるんで、このセリフ知らない人からするとちょっといいぐらいの時間帯でダリオシルバ投入しましょう。面白い展開になってきました。ヤンカーでもいい。後半15分経過、オッケーオッケー、ケズナ、いやうまいな、コム振り切った、うまいな、コムとここで折り返した、それは大丈夫、オッケー、変えよう、誰をどうするかですね。まあ、ババンギタは変えましょう。調子も悪いようなので。右、マハダビキは行きますか。で、エミヌ・ムペンザも変えたいな。ダリオ・シルバとヤンカ、どっちが調子いいですか。どっちも普通か。ヤンカ行くか、じゃあ。で、ドニ変えよう。ドニを中田秀。これで行きましょう。
攻撃的な3枚替え。これエディンソンだな、ホールのエディンソンドリブルで持っていけないか。大丈夫、5秒以上ボールも取られるっていう、危ねえ。そういうルールがあった試合ですね。ギルス前繋がればチャンス。来たヤンカ、いやディリービオ頑張りました。ヤンカ惜しいんだけどな。じゃあこれなんかこういうことをするといいっていう話聞いたんですよ。コーナーキックは能力低い人の方がいいボール上がるっていう噂を聞いたのに行きます。ジョンは惜しい時を止まるキック。何ワールドですか、ザワールドでしょ今の。スタンドですよね絶対。雨が効いてます。入れさせません。右ルイスエンリケ前フンチェカ、あっと縦に出し、あ、うまっ。なぜそこ空いてる、なぜそこが空いて、オッケーが、しかし外れてしまった。なぜそこが空いていた今。勝ち越しゴールならず。これは決めてほしかった。いやリンネさんのポジショニングがおかしいでしょ。ここで選手交代が6ペン出てきた。6ペンが出てきました。ちょっとビキアがおニューだからビキアで攻めようよ。もう一度、おっと前に叩いたイナンコル。そう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 、行くよ、いいクロス上がるよ。パーポストへ。いやー惜しいな。バナック前へ小さく蹴り出す。おの打てない、うわあ、ピピピ、これはいい位置。ここは集中。ちょ待って、誰が一番、フランク・デブルか。フランク・デブルだな。カーブも90だし、どころでしょう。これは決めたい、行く。私の全身全霊のあの3時間にわたる練習を思い出せ、行きます。こんなもんかな、こんなもんかな、行きます。おっと直接狙った、あっ慎重になりすぎてしまいましたね。ちょっと右にずれた、うわー、ボール1個分だな。中田も元気だからね、いい元気印。小野前に送って、いや倒されてる、ファウルじゃないのでしょうか。いや倒されてるんで、てか倒れんなよ。191センチもあるの、193か。スフォルガ、やべ、パワープレイに来るのか。オッケー、さあ時間ないからね、攻めていこう。前方へ、右にボールが出る、いいよ、ここにボールが出た。シンプルでいい、シンプルでいい。引き、さっきと同じようなボール、落とす。小野どうす、おっとこれを、おっとよく止めた。いや打てないのか。エディンソン、ナイスリンネさん、パスショートパス、いやいや、バラックいいよ、しつこいディフェンスしてる、しつこいディフェンスしてる、ボールコントロール、やばい、早いぞブリンク。シンプルなクロスボール、オーケー、ナイス跳ね返し。これはバイボール一緒、ナイス、チャンス、ヤンカー、チャンスすぎる、え、チャンスすぎる。うん、スペースへパスを出した、出た、そこ、オッケー、ナイス、リックス逆転、素晴らしい。いや、みんな寄ってくるよ、それは。肩もんで、もう腕ももんで、ありがとうありがとう、うふうふうふ言うとるわ。いや、これは劇的。いや、久々にこんな白熱試合を送ってます。なんか今日コムが強い。これはナイスシューでしたね、ギグス。中田もね、ギリギリまで引きつけてから、ちょっと抑えかなって思っちゃいましたけど、これはナイスシューだったな、100点。いやー、ありがてえ。ちょっとあとは、クリーンシート。そう、あるよ、まだ。まだ全然ある。ここでギルス、全然ある、まだ。ヤンカ、ボール、いいボール行くぞ。ヤンカに行かないけど、オッケー、ナイス。なぜみんな、なぜみんなヤンカの頭を越すボールを蹴る。遅れてきた主役っていうあだ名まで取られてるし。オッケーオッケー。いやー、ヤンカはいいですね、こうデコイとしての能力、素晴らしい。最強のおとり日向翔陽、いいですよ。小さな巨人、いいえ、ただの巨人でした。当たる、さあ、し
まあ、あとはもう点取れないように最後まで守りきることができるのか。それで OK だから、いいよ、回させても回させていい。おっと前方に叩いた、まだある、ファールを取りますよね、ない、これファールでしょう。11番、いや気持ちいい、逆転勝利気持ちいい。個人試合記録を見たいというお話、コメントありましたので、ちょっと見ていきましょう。キライ 6.0、 あとはまあ中田が 7.0 ですね。ギグス 7.5、 素晴らしい。いやー、もう勝てなかったらね、もう怖いんで、コメント欄の皆さんに関しては。勝ててよかった。いや、優勝も決まりましたから、あとはまあタイトル逃しそうなのはアシスト王ぐらいですけど、まあちょっと厳しいかなっていう気はしますね。これはスケジュール表でいくとあと4試合だから、動画で言うとあと2本か、あと2話。この動画がいいと思ってくれた皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。もちろんウイレは続けていきますから、ナンバリングは違えど、例えば縛りプレイとかね、未だに現役の選手縛りでマスターリーグ優勝を目指すとかですね、190センチ以上の選手だけで優勝を目指すとかですね、170センチ以下の選手だけで優勝を目指すとかですね、そういういろいろな企画やりたいと思います。なんかね、こうマゾ的な企画思いついた方はコメント欄に書いてくれるとありがたいです。ありがとうございました。さようなら。